パームスプリングス国際映画祭はカリフォルニア州パームスプリングスで開催される映画祭である。1989年に開始され毎年1月に行われている。また、本映画祭の主催であるパームスプリングス国際映画協会により毎年6月にパームスプリング国際短編映画祭が開催されている。ソニーピクチャーズクラシックスの社長のマイケル・バーカーは 本映画祭は、外国語映画を紹介するのに適した場所であり、映画の良い評判を広める能力があると説明した。これまで、受賞式には、ブラッド・ピット、クリント・イー・ストウッド、ショーン・ペン、ダスティン・ホフマン、アウン・ハッサウェイ、レオナルド・ディカプリオなどの俳優が登場した。2011年1月の映画祭受賞者は、ベン・アフレックとダニー・ボイルであった。映画祭のディレクターは、 長年シアトル映画祭のディレクターを務めているダリル・マックドナルドであるアーカイブされたコピー2012年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年1月25日閲覧バラエティありがとうございます